ポルシェのねスピードスターのシートを今ばらしてるんですけど、こんな感じでね、センターはこのクッションがね、首元のこの上だけで、ここだけで縫製、こことつながってて、まあ独立してるんですけど、これがね、ポルシェはここがつながってるやつもあります。ここがね、でつながってるやつは、張り込むのがすごい大変なんですよ。ここに針金がね仕込んであって、でフレームにこうやってC クリップでこう、なんていうんですか、止められてるんですけど、それがねすごくぶせる時にひょうひょうひっくり返しても破けるんじゃないかぐらいこう引っ張り込んでね貼るんで、これはねここが独立してるんで貼り込みはしやすいと思うんですけど、まあいかんせんこう見てもらうと分かるんですけど、この曲率がねすごくきついんで。まあ内装屋さんは嫌がる形なんですよね。この辺とかが。この辺がね。と思います。で、今回このシートは、側面は残してセンターとこの外周をね、張り替えるんですけど、まあこの表皮をばらしてパターンにっていうのは、完璧にはできないんですよね。こう、やっぱり伸びちゃってる。この辺はね、伸びちゃってるんですよ。まあ伸ばして貼るからこの形になるんですけど、だから実際展開するとここの表皮っていうのはもうこう丸っこくね山の形がついちゃった状態なんで平面にはならないんですよね。だからその辺をうまく調整するというか、伸びてる分を考慮してパターン出さないとこの形には復活しないと。この辺とかねかなりオーバーラップしてますよね。普通の人だと多分この辺にパイピング持ってくると思うんですよ。頂点に近い方。だけど今回はこことパイピングが再利用なんで、極力この形に近くここを縫製しないと、復元というか再現できないという感じなんで、普通の張り替えよりもちょっと難易度は高いんじゃないかなと思ってますが、ちょっとやってみたいと思います。はい、でバラすと案の定ねこういう感じで、型が見事についてます。こう平面にならないですよね。なので、今回は、手持ちの在庫のなんかしらで余った革で一回、まあ、ここの外周を作って、で、ホームにねあてがって、どこ縫い詰めるとかどこ伸ばすとかってやるんですけど、今回はこの外周のこの外枠は元のやつを使うので、もう外のこのライン、外周のこのラインはもう決まってるって仮定して型取らないと合わなくなっちゃうので、こう平面にした時にだから、ここのねこのラインは今比較的平面にピタッとおよそ合ってるんで、ここの要はこの膨らみ部分、この膨らみ部分を向こうに逃がすっていうイメージで型取りますね。こう平面で置くと今ここがモコってなってると思うんですけど、この分は、テンションかけてね皮が伸びたっていう風な判断をします今回は。なのでここも、一番ね、背もたれの膨らみがきついとこなんですけど、このラインは、もう固定、ここはパイピングが入るんでねこう伸びないんですよね。だからもうこの位置は固定で、この膨らんで伸びてるこのたわんでる部分っていうのはもうこっち側で引っ張り込んで調整する感じですね。でここに、針金がね入るんで、まあ、この位置をもっとこう引っ張り込むのか、もっとこっちに寄せるのかね、それを調整、どういう風に調整するかを見たいので、本革使って仮の縫製物を作って確認してみるっていう作業がこの後入ります。まあ多分今までの経験上1回パターンチェックすればいけるんじゃないかなと思うんですけど、まあ1回貼って、多分そのまんまこうシワが出ないとかそういうことはないと思うんですよね。なので、まあ焼き入れるか、まあ、ちょっといろいろ作戦がね皮をこう曲面に追従させるやり方があるんで、それをちょっと駆使する可能性もあるかなと思います。結構ねこの辺がダブついてるので、まあそんだけこうね引っ張り込んで、皮が伸びてるっていうことですね。あと今回ねこれパンチングを新しく開け直してもらった皮なんですけど、まあこれがポルシェピッチっていう、要はちょっとこうここのねピッチが広いんですよ他の車に比べて。でいて、このパンチングの穴がちっちゃめっていう。でオリジナルはねもっとちっちゃいんですよね。まあちっちゃいっていうより穴の直径は同じぐらいなんですけど、オリジナルってねなんつったらいいんだろう、この穴の開き方がこうストンって開いてるんですよ。こう革細工で穴開けるポンチってあるじゃないですか。うちでもたまに使うけど、これポンチね。でこれほらすり鉢状でしょ、こういうので穴開けた場合、革って穴開けたところがこう、まあ、当然すり鉢状にもなるんで、実際開いてるこの穴の直径よりも見た目の穴の大きさって広く見えますよね。ここがねこの分広く見えるから、新しく開けたやつもそういう風な感じになってるんですよ。奥の方が、ちっちゃくて穴が、で表面の方がもう本当に若干大きいから、オリジナルの穴と同じ直径で開けてもねこういう形で、穴が開いてるんでちょっと広く見えるんですけど、オリジナルがねそういう風に開いてないんですよね。これどうやって開けてんのかな、こう針みたいなのでつっついてるのかな。でもつっついたらこうは開かないですよね。だからすげえなーと思って今日ちょっと気づいたんですけど、誰もこんなとこ着目しないかもしれないけど、だからこういう形の、もので開けてないってことなんですよねこれね。すっごい細いなんかあれなのかな、注射針みたいなやつなのかなね。すごいこれを開けれる技術がまずすごいなと思って、こういうのじゃなくてね、まあちょっと余談なんですけどまあそんな感じで、結構ねこのポルシェピッチで開けれるっていうところ意外と少ないみたいで、うちは付き合いあるところで、合皮も本革もポルシェピッチで加工ができますんで、開けられない合皮がもしかしたらあるかもしれないですけど、まあ大体今までやってきたやつは合皮でも開けれてるんで、もしなんかカスタムめいてるんだけど、こういうところでねオリジナルを尊重したいっていう方は是非ご相談いただければと思います。ではまた。